私の名前は辻浦さゆり。私は15年くらい前に夫の拓也と結婚をした。二人とも働いていて忙しい生活を送っているけれど、喧嘩なんてめったにすることはない。とても仲良く生活をしている。夫とは仲がいいけれど、夫の両親とは折り合いが悪い。義両親は私と会うたびに嫌味を言ってくる。さゆりさんは拓也の妹エリコと違って大学を卒業していない。だから世間のことをあまりよく知らないだろう。その通り。大学を出ていないあなたは世間知らずにも程があるわ。働いてると言ってもアルバイトよね。会社勤めをしたことがないまま結婚して、拓也をきちんと支えられるの？その点エリコは何の心配もない。君と違って大学を出ているから世間のことを知り尽くしている。大手企業に就職している旦那を捕まえて今後は安泰だ。さゆりさんと違って人間性も優れているわ。あなたが嫌なことがあると露骨に顔に出すでしょう。エリコは誰に対しても分け隔てなく接するのよ。とても優しい性格だからみんなから愛されているわ。あなたももう少し愛想よくした方がいいわよ。でないと余計なトラブルを起こすんじゃない？義両親が私のことを心配した上での物言いであることは分かっている。でも言い方というものがあるだろう。私だって愛想よくしたいと思うこともある。ただあまりにもストレートに悪口を言われるとイラッとするのが人間じゃないだろうか。義両親と接触するのは電話やお盆、正月の集まりの時くらいだ。拓也は私のことを思って、さゆりをバカにするのは許せない。親だろうが誰だろうが黙らせると言ってくれている。でもバカにされるのは年に数回。それに私と比較対象にされている義妹のエリコさんはごく普通の常識人。義両親に文句を言うのも大人げないと思ってほったらかしにしている。ある日、自宅に親族の祝賀パーティーの招待状が届いた。どうする？親父たちと会いたくないなら欠席で返事を出してもいいんだぞ。さすがにお祝い事の席で私をバカにしてくるようなことはないんじゃないかな。それにパーティーの日は特に用事もないでしょ。欠席する必要はないんじゃない？わかった。じゃあ出席で返事を出そう。お袋と親父に何か言われたらすぐ俺に言うんだぞ。そして親族の祝賀パーティー当日がやってきた。パーティーはホテルの宴会場を借りて行われている。会場には遠い親戚や義両親のほかに義妹のエリコさん、それに市議会議員や地元企業の役員などが出席しているようだった。本日はお招きいただきありがとうございます。このような祝賀パーティーに参加できることを心から嬉しく思っております。市議会議員の挨拶が終わると、会場では参加者同士で名刺交換が始まった。はじめまして、私辻浦さゆりと申します。これはこれは、ご丁寧にありがとうございます。私 A 社の役員をしているものです。この機会に私とも名刺交換を。私が名刺交換をしていると義両親がすごい剣幕で近づいてきた。さゆりさん、君は一体何をしているんだ？そうよ、あなたのような人がどうして市議会議員の先生と名刺交換なんてしてるの？その通りだ。みっともないことをしてないで自分の立場をわきまえたらどうなんだ。とにかくおとなしく隅っこの方で立ってなさい。会社勤めじゃないアルバイトのお前が先生から名刺を頂戴しても意味がないだろう。名刺は俺が代わりに預かっておくからこっちに渡すんだ。あ、ちょっと待ってくださいよ。おとなしくお父さんに名刺を渡しなさい。ほら早く。いた、叩かなくてもいいじゃないですか。私が彼女の名刺を頂戴したかったのでご挨拶に伺ったのですが、私と彼女が名刺交換することのどこが問題なのでしょうか。市議会議員として様々な方と交流を持ちたいと思うのは当たり前だと思うのですが。先生のおっしゃる通りです。こういった場でいろいろな方と名刺交換をし友好関係を築く、問題があるようには思えませんね。一体あなた方はどうして彼女と我々の名刺交換をお止めになられたのですか？私だけしかいない状況で私だけをいびるのならまだいい。でも他人を巻き込むのは容認できない。お二方とも私をかばってくださってありがとうございます。私が義両親にちゃんと説明します。お父さんお母さん、確かに私は結婚当時高卒でスーパーのアルバイトをしていました。でもそれは15年以上も昔の話です。私がアルバイトをしていたのは大学に行くための費用を貯める目的があったからです。アルバイトと並行して大学受験の勉強もしていました。受験の結果は見事合格。私は福祉関係の大学へ行って勉強しました。勉強の甲斐もあっていろいろな資格も取得したんですよ。
大学卒業後は福祉関係の施設で働いています。役職も頂戴したんですよ。だから私が名刺を持っていても何ら不思議じゃないはずです。すごく努力なされたんですね。努力なんてとんでもない。ただ福祉関係の仕事をしてみたかっただけですよ。お父さん、お母さん、私はあなたたちに節目ごとにきちんと報告していましたよね。大学に行く時も福祉施設で働き始めた時も報告をしました。あなたたちは私が夫と結婚した時に得た情報を何もアップデートせず、私をただのアルバイトのままだと思い込んでいる。いい加減にしてもらえませんか。それともう一つ、大学に行っていないから頭が良くなくて世間知らずだっていうレッテルを貼るのはやめた方がいいですよ。大学に行っていなくても頭がいい人は大勢います。アルバイトの方だって名刺を持っている人はいます。勝手な思い込みで人を判断するのはやめてもらえませんか。俺たちは高卒アルバイトのお前が名刺交換の真似事をし始めたと思って。そうよ、私たちは悪くないわ。まったくさゆりさんたら私たちに恥をかかせて。そうだそうだ、俺たちがせっかくお前に恥をかかせないようにと止めに来てやったのに、どうして俺たちが恥をかかないといけないんだ。エリコ、せっかくの機会だ、お前も先生方と名刺交換をしなさい。さあ早く。そうね、こういった場でいろんな方と仲良くなっておけばあなたのためになるはずよ。お父さん、お母さん、私専業主婦だから名刺なんて持ってないんだけど。こういうお祝いの場でもさゆりをバカにすることを優先するのか。人間としてどうかしてるんじゃないか。ぐっ、か、母さんや、そういえば俺たちはこの後用事があったんだよな。ええ、そうだったわね。そろそろおいともさせてもらいましょうか。きっと義両親はその場にいるのが辛くなってしまったのだろう。私たちの追及から逃げるように祝賀パーティーの会場から退出していった。見苦しいところをお見せして申し訳ありませんでした。私の両親がご迷惑をおかけしてすみませんでした。後できつく叱っておきますのでどうかご容赦を。私からも謝らせてください。本当にごめんなさい。お三方とも頭を上げてください。気にすることなんてありませんよ。先生のおっしゃる通りですよ。せっかくの祝賀パーティーなんですから楽しくやりましょうよ。さ、仕切り直しです。改めて名刺交換をしましょう。では私の名刺も。いやー、さゆりさんが親御さんを論破した姿は非常に素晴らしかった。どうでしょう、私の秘書になっていただけませんか。あなたは政治の舞台で輝ける人材です。いやいや、先生のところよりもうちで働きませんか。きっとあなたの突破力はうちの戦力になります。あはは、福祉の仕事にやりがいを感じているので。突然のスカウトにはちょっと困ったけど、義両親が去った後は楽しく過ごすことができた。祝賀パーティー以後、義両親から学歴のことでバカにされることはなくなった。その代わり義両親はパーティーで恥をかかされたと延々と電話攻撃をしてくるようになった。これ以上何かさゆりに文句を言ってきたら本当に縁を切るからな。拓也のこの一括で二人がおとなしくなればいいんだけど。ご視聴ありがとうございました。また見てね。